こんにちは、アニです。今日はですね、メガブロックの仮面ライダーカイザー&サイドバッシャーを開けたいと思います。先日は、これですね、ファイズとオートバージンのセットを開けたので、まあ、そちら興味ある方は、下にリンク貼っておきますので、見てください。では早速、カイザーもね、開けていきたいと思います。はい、開きました。カイザーもですね、新品でしたね。いやー、毎回古いおもちゃってね、この綺麗な状態でずっと来てたのは開けるちょっとした罪悪感っていうのがありつつ、でもね、ここで俺が開けてやるんだぜみたいなところの、その、ちょっと幸せな感じと、この二つがね、入り混じった不思議な気持ちになるんですよね。あと、メガブロックのカタログです。これね。前回ファイズの時もね、見て、もう、大興奮しちゃったんですけども、まあ、こんな感じ。詳しくは、ファイズの動画で、一つずつね、僕見ているので、そちらを見てください。あと、説明書ですね。はい。こんな感じで、説明書ですね。サイドワッシャーはタイヤが稼働します。で、組み立て方と、あと、シール。このシールがですね、もう、経年劣化で粘着力がほとんどありません。だからこれね、貼るのどうしようかなっていう感じですね。このままの形の方がいいのかもしれないですね。サイドバッシャー。あ、これ別々にこれね、サイドカー部分となっててこうくっつけるんですね。そして、カイザ。うん、結構いいですね。そしてこれはね、まあ僕の中ではおまけの、なんか基地みたいな感じな、まあ背景部分みたいな感じのものですね。それでは早速組み立てていきたいと思います。